スコット・クリストファー・プロクターはアメリカ合衆国フロリダ州出身の元プロ野球選手。1995年にニューヨーク・メッツからドラフト17巡目で指名を受けるがサインせず。1998年の MLB ドラフトでロサンゼルス・ドジャースからドラフト5巡目で指名を受け契約した。2003年7月21日にロビン・ベンチュラとの交換で バッバクロスビーと共にニューヨークヤンキースへトレードされた。2004年にメジャーデビューを果たした。2006年はリーグトップとなる83試合に登板し、防御率も3.52という安定した数字を残した。2007年もリリーフ投手として大車輪の働きを期待されている。しかし近年ヤンキースでは誰もしなかった報復支給をするなど、 チームへの貢献を評価する一方で品性が悪いという声もあり、賛否両論である。また、6月30日のオークランドアスレチックス戦で7回に1アウト走者なしから投板したものの、3安打3失点で1アウトしか取れずに降板。試合後、自分のクラブやユニフォームなど、仕事道具に火をつけて焼却する気候を演じている。 2007年9月30日2007年7月31日にウィルソン・ベテミーとのトレードでロサンゼルス・ドジャースに移籍。2008年は長年の国志がたたってか故障に苦しみ、防御率はメジャー定着以来ワーストとなる6.05に終わり、10月にトミー・ジョン手術を受ける。2009年1月に1年75万ドルでフロリダ・マーリンズと契約したが、 5月に再び、トミー・ジョン手術を受ける。2009年11月4日にアトランタ・ブレイブスとスプリット契約を結ぶ。2010年は主にトリプル A 級グーイネットで過ごす。31試合の登板で4勝3敗、防御率7.08、ホイップ1.75の成績を喫するが、9月にメジャーに昇格し、6試合に登板した。2011年8月10日に解雇された。 2011年8月13日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。参加トリプルエースクラントンウィルクスバリレールライダースでプレーした。9月1日にメジャーに昇格。10月11日に FA となった。2012年1月11日、韓国のトサンベアーズと契約した。トサンではクローザーとして活躍、同年35セーブを記録し、 韓国プロ野球の外国人投手の年間セーブ数記録を更新した。しかし7度のセーブ失敗など不安定な面も目立ったため12月26日に自由契約となった。2013年1月2日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。3月29日に金銭トレードで ボルチモアオリオールズに移籍したが、メジャーリーグに昇格できず2013年で現役を引退。ありがとうございます。